チャーコンバディエブリーボンバーヤローキリューでございます今回ご紹介するキラ神社は高知県高知市春野町西分増井沖ノ岡にございます長宗我部元親によって悲惨な最郷を遂げらされたキラ近カザと七人の家臣の怨霊が成仏できず いつも空をさまよっておりそれに行き合った人は大病になると言われこの目に見えない魔物は七人岬というたたりを起こすと大変恐れられました吉良神社は吉良近寿を祀った社となりますがその本殿脇には悲惨な最期を遂げらされ亡くなった7名の者を祀る 七所神社が置かれておりこの七名をもって「七人岬」とする旨が表示されているのでございます。それではその「七人岬」の怨霊の話始まり始まり戦国時代から安土桃山時代にかけて土佐の国の戦国大名である 長壁氏第21代当主の長我壁元親は土佐の国斗から戦国大名に成長し阿波佐岐の三好氏伊予の西恩寺氏川の氏らと戦い四国にその勢力を広げましたしかしその後に織田信長の天下統一の手が差し迫り信長の後継者となった 豊臣秀吉に敗れ四国の勢力を土佐一国に現地されました豊臣秀吉に屈して土佐一国の主の地位は守れた長宗我部元親ではありましたがさらにその身を不幸が襲います豊臣政権時へつき川の戦いで着難であった愛足信近が 内死にしてしまったということでありました。我が子内死にの方を聞き自害しようとまで取り乱したとの話が残るほどでありその嘆きは尋常のものではなかったと言われております。生活は荒れ家中を混乱させたまま元近はこの世を去ったのでございます。元近存命中の混乱に端を発した 長祖壁氏お家騒動の勃発でございます。嫡男信近が討ち死にし、新たに家督を継ぐ者として、元近が指名していたのは、抜死の千熊丸、後の森近でございました。しかも元近は亡くなった信近の娘を千熊丸に嫁がせると決めたのでございます。それに、 こう反対したのが元近の甥いであり、婿でもあった、吉左京の信近寿であったわけです。長宗我部の家督については、すでに秀吉から元近次男の香川近和とすると、主因状が出されていました。そして何と言っても元近の祭壇では、おじ姪の間の婚儀となり、 人林に背く行いであると近ねの主張は正論であるがゆえに元親の不況を買うことになってしまいましたさらに側近の久武親直が日頃から犬猿の中であった近ねらのことを元親に残言したためついに元親は意を決して近寿および比叡山親王沖に切腹の沙汰を下したのでございます。 それは天正16年1588年10月4日のことでございましたこの夜切腹の命を近寿が受けたのは小高さの下村坊の家でちょうど呉を打っている最中でありました元近の使いという2人の者が現れ元近の命であると言って切腹を申し渡しました近寿は 打ちかけの語の一曲を収め、屋敷に戻り、沐浴して体を清め、静かに半前の食事をしたためました。作法にのっとり、切腹の用意をした近寿根は、左右の者に言いました。自分は畑の隕石である。主に過ちある時は、いめ正すのが自分の責任である。今、感学の者どもが、 主に過ちを犯させ忠臣を殺そうとしている主家の水運は火を見るよりも明らかである一門の者として君を諌める立場にあったが冥心によって忠義の道を断たれた当家は間もなく滅びようぞと言い残し原舞一文字に書きき切り蝶をつかみ出すところを 剣士の宿も神左衛門が太ちを振り下ろし解釈し絶命したという話でございます時に近寿ねは十七歳であったといいます元近の怒りはそれだけでは収まらずさらに近寿ねの治めていた蓮池城の留守を守る重臣ら親族で名のある者たちを自害させるなど 根こそぎ中殺を命じています。近寿の切腹に続いて切られたのは次の7人です。近寿の処刑である宋、宋安寺新水道助演、同じく陰族で神職の長吉飛騨神、蓮池城を預かる重臣、生姜の次郎兵衛、 その他に、平彦太夫、白内大主坊、日和田与左衛門、小島陣郎でありました。これが、世に言う七人岬の七人でございます。この事件は人々を恐れさせましたが、さらに、ここに奇怪なことが次々と起こりました。その事件翌日、元地下に取り入って、 日夜残言を行った感学の久竹近尚の家に返事が続いたのです。屋敷前に老婆が現れて、久竹の次男を抱き上げると、次男は人事不正に陥り、その晩に急死。その三十七日目の日に、長男が発狂して仏間にこもり、さらにその三十七日後に、とうとう仏間で腹を切る。しかも、 今はの際に上司2人が来て爪腹を切らされたと言い残して死亡そして七十七日目には母親も凶死し近ざねのたたりであるとまことしやかに言われたのでございますちなみに久竹には8人の子がありましたがそのうちの7人までがわずかのうちに死んでしまったという話も残っています まさにこれ「因果応報というところでありましょうまた近寿の墓や長祖壁の城周辺でも夜ごとに怪美が現れそれに遭遇した者は命を落とすとか大病になったといいますそして近寿ゆかりの地では8人の主従の亡霊が出現するようになりました あるのいなくなった蓮池城下を野陰に乗じるようにうめき声を上げて陣馬が宙を駆け回る音がしましたそれは音だけでは済まず白馬に乗った首のない侍や鉄棒を持った大乳道が現れるなどの怪異が城内でも目撃されるようになったのですさらに仁淀川の渡し船の船頭は 姿の見えない数名連れの者を乗せて川を渡るとその折りがけに「我は吉良左京の信近寿の防衛なり恨みを晴らさぬがために一党率いて城に急ぐ者なり」という声を聞いたといいます。指物元近も捨ておけなくなり近寿の礼を祀る 塚明神を建立し近ざね以下の者の供養を行うように命じましたそして決願の日身分を問わず多くの者が祈りを捧げ僧侶が度胸をするなく、突然祭壇に置かれた一頭の位牌がガタ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 と動き始めたと思うとそのまま中空に飛んでいってしまった とといいうことでございます。自分たちの恨みはそのようなものでは静まりはしないと言わんばかりの様子に人々は恐れおののいたということでございますこんな恐ろしいことが次々と起こったので今のお年寄りが子供だった頃には昨日まで元気であった人が急に寝ついたりすると七人岬に大うたからだとか 七人岬のたたりだなどとよく言ったものだということでございますその後時は流れ漢文六年1666年土佐山内家は近寿の墳墓を改装しその上に近寿を祭神として新たに社殿を建てましたそれが現在ある吉良神社でございます そしてその本殿脇にはこの騒動で亡くなった七名の者を祀る七所神社が置かれておりこの七名をもって七人岬とする旨が表示されているのでございます。まこと恐ろしいのは人の怨念人の恨みは買わないように日々精進し暮らしてゆきたいものでございます。 今回は高知市春野町西分麻酔にある吉良神社にまつわる七人岬の話でした元は木塚明神といい通称明神様とも呼ばれる吉良神社へのアクセスは高知から地獄谷を越えてどん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 とまっすぐ行けば右手にございます是非皆様も一度は お参りをしてみてくださいじゃあた